はい、どうもこんにちは、ピアソです。今回弾丸論破コラボの苗木誠を使って遊んでいこうかなと思うんだけど、今回ね、この幸運陣強化が入ったので、そちらもね、合わせて見ていこうかなと思います。さあ、行くぜ。で、強化入ったのがね、こちらなんですけど、はい、なんとね、みんなわかるかな？今まで幸運陣でこの最初にもらえるこのプレゼントボックス、これを開けるときに絶対立ち止まらなきゃいけなかったんだけど、お、これハンタ来た。ハンタ来て、これ動きながら、今回からね、調整が入って、箱を開けられるようになりました。なので、こうやってハンタの姿を見てから、まあ、今回いいんじゃって、これ繋がってるかわかるけど、ハンタの姿を見てから、ハンタに対して刺さる、このアイテムを走りながらこうやって拾えると、これでかくね、普通に。今までやっぱ、その、どうしても立ち止まっちゃう瞬間があったから、なかなかね、ハンタの目の前で開けると距離が縮まっちゃってとかがあったんだけど、まあ、それがね、このようにハンタの姿を見ながら距離を開けることなく、使うことができると。香水かー、いいんじゃん、香水弱えぞ。戻っても味方に分配されちゃうからね。これ通るでしょ。あ、これと当たるんかい。マジか。これフラフをここで使っても何意味ないからな。温存しようか。何、傲慢だと。オッケーオッケー。まあいいか。まあそのまま歩いていきましょう。あれ、肝使った。とんでも肝使ってくるな、これ。なん、フラフ使って何絶対殴る距離から殴ってこない。最大射程で来るかと思った。やべ、これ滞在を犯しちゃった。忍者戦において分配ゼロダメージはこれね、これ滞在です。これまずい。まあ持たせていくか。いや、あそこでね、俺は別のアイテム欲しかったんだけどね。まあ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 、はいはい。ここでね、なんと今回は、フラホだけと思わせといて左右の加速。はい、これ忍者最強ポジ入りました。こっから一生俺のと追えないよ。これなんもないからね、アイテム。こっから一回つけていかなきゃいけない。ない、タケチェンか。なるほどね。まあさすがに追えないと判断したか。ここのね、レストラングルグルはマジで忍者追えたもんじゃないから、おすすめ。これ増えなー、いらんけどな、別に。おー、なにこれ。あ、今日のやつだ、そう。これ心理の新携帯品だね。おー、すげえな。なんかこの心理と患者のセット販売がまた開始されたんだけど、携帯品のね。で、それがなんかパックで売られてて、それパックで買うと両方自分で受け取るか、片方をパックで購入したんだけど、半分相手にあげるみたいな、フレンドにあげるみたいな機能があって、それでね、ペアルックで使ってね、みたいな感じの、ちょっと粋な、粋な売られ方してたわ。まあ、心理患者に関しては、ノンがね、復帰してから、動画を撮りたいなと思ってるから、まあ、しばらくしてからあげようかなと思います。さあ、これ、対忍者戦最強アイテム、ロボット使って、もう一生分配地獄をハンターに見せつけるが。まあ、こっからね、ロボットね、やっぱ忍者に対して最強アイテムだからね、この見えないサバイバーが一人分配することによって、もうこれで、相手の脳内のこの、あ、待って、これ、青に書いて、はい、これで、わかるかな。あー、俺は間に合わなかったか。いやー、これできれば3分配したかったんだけど、まあ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 。これ2分配入ってるから、これでね、ハンター目線、あれ？なんか、青の人いなかったのになんか全然ダメージ入ってないじゃんみたいな感じの現象にこれが、なることができます。で、ロボットねー、忍者戦は回復回してもいいんだけど、別に回さずに置いといて一生、印をつけたり消したりできるような感じにしといてもいい。もうちょい、このぐらいで残量残しとこうかな。あんま回復しないようにしておきたい気持ちはある。で、これで、ね、これ残しとこうか。うん、このぐらいで残しといて、分配を切り替える感じにしよう。ここの暗号機がもう上がるし、送電も切り替えも行ってるし、もう、あとラストロボンのとこで上がるからな。心理措置が回してんのか。まあまあまあ、二台回し。でも結局ね、忍者戦って分配入るから、まあまあ二台回しでもいいし、どっちか守られても保険は効いてる。まあ、鬼没で傲慢だから、多分、裏向きカードはない。左右忍者ってことはないでしょう。だからまあまあ、一台回してもいいけど、どっちもいい。これ、つけときたいな。あ、惜しい、ちょっと待って、あと1秒。はい、あ、最悪、ギリギリ。あ、間に合わんかったって、青つけようと思ったのに。最悪、ロボットの、この曲線のクールタイムが一瞬、上がってなくて、もう一回切り替えたら消えちゃった。まあ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 。これ9割にすんのか。普通に4割って、で死んでいってみたいな感じでもよかったけど、まあ俺が死ぬ可能性あったか。まあまあまあ、いいや。まあ今回俺仲直りないんでね。もうちょい回すか。もうちょい回して、できれば、もうちょいつけたくないな。できれば傭兵死ぬぐらいまで待って、この心理学者がゲート待機するぐらいまで行ってからつけて最速でゲート開けていきたい。あ、フラホ使った。なるほど。これ、あげよう。はい。さあ、向こうが回していってる。傭兵も、多分反対側行ってその感じがする。こっちが全然いないわ。あ、傭兵ついた。オッケーオッケー。両方ゲート開けね。で、ここで、いやー、何のアイテムでもいいなー、これ。こうなってきたら。うん、絶対気持ちだからな。香水ゲットしてワンチャン俺だけ死なないみたいな感じに、するか。やばい、香水やめよう。香水多分、使い抜き難しいわ。普通になんか適当に無難なボールにしとこう。あ、銃でもよかったか。悩んじゃうね。
どの相手も言ってる。普通に香水出てるしな。俺今日運悪いな。二分の一全部外してるわ。よっしゃ、OK。はい、ということで、もう一回遊んでいこうと思います。さあ、二戦目遊んでいこうと思います。さあ、公園ですね。ハンター、これ、やばいわ。めちゃくちゃ近いわ。これなんだ？相手、グレイスっぽいね。グレイスだね。ガン追いだね。あー、やだな。最初森投げないパターン。え？オッケーオッケーオッケー。まあ、ここ、やら、助かる。ここ、板倒してくれるの、マジ助かる。離れていこう。え？いや、この足はなんだ？アンっぽい。うわ、アンだ、最悪。まあ、結果ね。しかも、また香水かよ。いや、これ、アン、香水使い時ねえって、こう使っとくか。いや、まあ、温存して、射精、落下香水使ってもよかったな。まあ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 、こっから走って、ある程度の距離感稼ぎつつ、まあ、加速で、逃げていきたいですね。これ、逃げ切ってくれてないかな。うん、逃げ切ってくれてたら、マジで最高。猫来てる、避けよう。危ねえ危ない危ない。これは、やった。これでかすぎ、しかも板割る。板割るんだったら、やりたい方だよ。こっちが逃げる。このポジションで、結構板一の俺好きなんだよな。ここでね、有効活用できるサバイバーは、うまいサバイバー。板割る。はいはいはい。板も全然割ってっていいよ。で、そっちが猫出す。これ、猫をもう普通に、ぶん投げたい。板割る先に、はいはい。これで、妥協して乗っていこう。よし。さあ、レッツゴー。まあ、ただこの後かな、もう、聞いてないからな。頑張っていくしかないな。うー、切られてる。でかっ。待って。じゃあ、なんかあのゆっくりな感じにワンチャン瞬間じゃないね。これもう来ないってことは瞬間じゃないわ。でけえ、これ。助かる。これちょっと、注意ハンター目標変えたチャットで、笛くんない？無理か。いや、そうそう、傭兵、そう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 。俺も、あ、来た、来た、来た、神ー、これ最強連撃来た。もう絶対ターゲチェンだわ。多分そこにいる、傭兵は追わないと思うから、感情移動とかなるんじゃないかな。ワンチャン俺探すか。その探してる最中に、さ、成功成功と、これ。うわ、いいね。あ、これみんな気づいた？どのアイテムが何パーの確率でゲットできるかっていうのが、表示されるようになりました。なので、今俺は空軍の銃は確定っていうね、確定演出、いいね。確定演出っていう響きいいな。今言ってて自分で。うわ、すげえいいなと思った。なんか、ギャンブル狂いみたいな感じになっちゃってる。この人瞬間じゃないのか？鬼没？もう使ってこない。はい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 。いや、幸運寺さ、チャットの場所がやばいからさ、希望、なんかこのフラホの位置やばいんだよな。結果ここでいいかって思って、なんか書いてないけど。これ、ここで言うと。はい、さよなら。これ猫は踏ませないようにして、ここから左右で距離取っていこう。ウィーン。はい、猫回避。いやー、もうまだまだチェイス終わんないよ。シャツ買う。オッケーオッケーオッケー。まあどうしようかな。もう一個加速。おー、鬼没だ。このタイミングね。はいはい。じゃあ、もうハンターとしては鬼没使いたかったけど、なかなか、使えない時間多かったから、これ通電後特筆ないぞ。いや、まあ早めに切り替えてるか、ワンチャン瞬間は使えるか。で、そっち側か。いやー、これ死んじゃう。でも止まってる。これフラホ間に合う。はい、フラホ、オッケーオッケーオッケー、いいよ。まだ伸びるよ。あー、それ終わり。おー、終わった。やめてやめて。そうだった。存在感溜まってるわ。まあ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 、いや、でもじゃあこれフラホ温存したかったな。俺が中乗りないの、これでバレたわ。本当にもうこれ救助されてもいいから、通電ギリギリで。もうそのまま普通に即トンすれば俺で飛び角だからな。もう椅子から遠い位置離れて、そうなったら死ぬのが大事だな。マスコが残り6割ぐらい。ああ、6割、5割、今5割。いや、これどうだろうな。2回救助でもいいけどな。9割にすんのかな。9割くさい動きしてる。あん、今からこれ5割無理だぞ、多分。いや、普通に救助来ても全然いいと思う。で、そのまま流れで頑張って通電みたいな。なんなら死に級ぐらいの方が俺後半嬉しいから。あ、これは超えちゃう。まあまあ、じゃあ、うん、普通に離れていって。もうこれハンター全然殴んない。もう通電してもいいから俺絶対殴る番だ、これ。うん、もう完全にそれ、もう仲直りない。この人絶対ダウン取る。そう、俺飛び角になっちゃうとね、この後しんどいんだよな。一歳期まだ半分あれば通電後ね、楽なんだけど。いいよ、何とか勘弁して、お願い、勘弁して、勘弁して。あ、そっちじゃない、ごめん、帰ってきて。あ、惜しい。じゃあもうこれ、オッケーオッケー、つけていい、つけていい。じゃあ俺がここからしなきゃいけないのは、あと残り11秒。このタイミングで椅子から遠いとこ。ただね、ゲート待機できてるから、多分これ瞬間しても無理だと思う。俺、場所選んでるし。もう半分空いてるもん。だからこれでここから釣るのに絶対に15秒ぐらい、20秒弱かかるから、釣ってね。はいはいはい、その間に肘当て使いまくって。わー、ナイス、これ勝ち確です。向こうはゲート開いて。わー、仲直りなしのいい通電後の立ち回りできたな、これ。よし。向こう出れるな。傭兵もだって、もうあん、これ人目用ないもんな。0.5 刻めないし。うまいこと猫やって、包丁ひげしみたいな。がワンチャン。まあ大丈夫っしょ。いけるよな。いける？いける？あー、ナイスー。